まあ
はい、こんばんは。今日もグランゼーダの集い2をご視聴いただきありがとうございます。あれ、何でしたっけすごい、いきなり放送事故です。この番組はですね、ゲーム会社グランゼーダの、日々の活動とか、ご報告を真摯に、お伝えする番組です。あ、すいませんね、いきなりスーパーチャットありがとうございます。私は、進行の、グランゼーラの、開発責任者の九条と申します。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。あ、こんばんは、来た。こんな声だっけ今日ね。そうなんですよ、ちょっとね、ここで愚痴っていいですかね。もう今日なんかね、リハーサルもなければ台本もなくて、今急にやってくれみたいな話になって、なんか今日実は別の人がやる予定になってたんですけど、愛してるぜベイビー、あ、僕も愛してますよ、ありがとうございます。で、あの、いつもなんかすごい噛んでたりひどかったりするんですけど、 ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。はい、タイム F タイプさん、ね、スチーム F タイプさんです、ありがとうございます。はい、で、いつも以上にですね、あ、僕ちょっとフリップも確認してなかったり動画も確認してないんで、ちょっとすいません、冷房強めてもらえません冷房強めてもらえませんすごい焦ってるんで、はいですね、あの、進めてまいります。で、この番組はですね、先ほどもお伝えしましたけど、ゲーム会社グランゼーラの、制作の状況とかですね、どちらかというともろもろ遅延のお詫びとかですね、あと、痛いところ突っ込んでいただくことに対しての、回答というか返信というか形で進めます。はい、声大丈夫ですかね。僕もともと声があんまり通らない方なんで、声が大きすぎたりちっちゃすぎたり、 BGM も大きすぎたり小さすぎたりしてますけど、大丈夫ですか。はい、すいませんね、ちょっとコーヒー飲みますね。はいですね、声上げて声ちょうどいい、ワイプが小さい、ちょっとボリュームアップ、声 OK、 炭酸楽しんでます。はい、大丈夫ですぜ、ありがとうございます。はい、この前の地震は、そうですね、そうでしたね。関西弁で頼む、関西弁ね、僕、大阪出身なんですけど、もうあんまり出ませんね。相手が関西弁だとすぐ出るんですけど、普段ね、だから関西出身だってあんま思われてなくてですね。はい、そんな感じで進めてまいりますね。で、構成としては最初に、R タイプファイナル2の、情報、先に言いますよ。もうほぼ基本の情報しかない。もうこれで帰ったら嫌ですよ、ちょっとまだ追ってください。で、クイズ大臣の発売日が決まったんで、それについての話と、あと、質問とご意見いろいろいただいてますんで、その質問コーナーがありまして、告知という流れになってます。で、ちょっとね、これ最初に言うことじゃないんですけどね、最初に言うことじゃないですけど言いますね。7月号の方がおすすめです。グランゼーラの集い6月号でしょ今日。でもね、7月号の方が、情報満載なんで、来ないとみんな帰っちゃおうかな。今日仮に情報薄くてもですね、見限らないでほしい。いいっすかね。はい。はい。じゃあ、ですね、すいませんね、ちょっとコーヒー飲みます。皆さんもあれですね、飲み物を飲みながら、アルコールとか、飲みながら、ファイナル3情報は来月までないよ宣言。いや、そういう、すいません、ありがとうございます。ボーナス入ったんでありがとうございます。グランゼーラのボーナス支給日は再来週です。再来週出るんですよね。すごい、なんかうつむ、みんな目線をそらすな。はい、では、R タイプファイナルの情報、ウヨさんの部屋を見に来てるので大丈夫。大丈夫ですか。いいですか、ね。はい、
じゃあ R タイプファイナル2のに変えてください。はい、 R タイプファイナル2、ね、最新情報2022年6月号、このネタでも4ヶ月引っ張ってますからね。本当に今年の夏も暑くなりそう、はい、では、ページをめくってください。これびっくりしますよ、この情報。写真も何もない、何もないな。あのね、まあ、ここからは言い訳です。いいですか、言い訳だと思って、あの厳しい目で聞いてほしいんですけど、あの正直ちょっとね、メジャーアップデートのこととかも結構皆さんにお伝えしてしまってまして、新鮮味がないんですよ、情報としての鮮度がないっていうんですかね。なのでそうですね、どうしようかな。玉切れですね。一応ちょっと動画は作ってくれたんですよ、スタッフが。あのちょっと新情報ないなって言いなりに作ってくれたんで、まずちょっと、アップデートと、ステージパスに関する動画を、まあ結構基本っていうかすでにご覧いただいているものもあるんですけど、あの撮影は撮り直したものらしいんで見ていただきましょう。はい、ご覧いただきましたのが、ちょっと苦し紛れですけど、アップデートと、ステージパスの報告動画になります。まあちょっと今まで見たことあるよみたいなもんばっかりかもしれないんですけど、一応こう、まあ最新の見た目変わってないように見えるかもしれないけど、内部的にはだいぶこう安定してたりしますんで、ちょっと改めてご覧いただきます。次はちょっと私の拙い説明入りで同じ動画、ちょっと BGM のボリュームとか動画の方は下げてもらって、僕のマイク入るようで流せますか。はい、お願いします。はい、これパイロット画面で仲間が出せるようになります。こういうドラマ仕立ての写真も撮れます。はい、で、皆さんからこう言われていたそのデカール縦横もですね、ちょっとやってないように見えるんで、ちゃんとやってますよって。で、これはちょっと新しいステージですね。これは普通にステージパスじゃないんで、普通に変える、入ってるものです。これ月面モードですね。月面モードっていうか、月面で楽しく遊べる。で、これが、まあ、複数人で誰が一番すごいかを競い合えるというモードです。あ、この腐れパウアーマーが強すぎてですね、ちょっとバランス調整をもう諦めて強いまま出すってことになりました。はい、で、ステージパス。これ海底大戦争のステージの絵なんですけど、今日ご覧いただくのはミスターヘリです。はい、ですね。まあちょっとこんな感じでですね、
はい、バランス調整諦めた。そうなんですよ、腐れパウっていうか、あのもともとね、今回パウアーマー系の武器弱いって言われてて、まあ、調整し直そうと思ってたんですけど、ちょっと腐れパウアーマー強くなりすぎて、うん、なんかちょっと弱体化調整もなんかできなさそうなんで、もう強いまま出そうと思うんで、ちょっと今までのパウアーマー弱くて不満な方はですね、ちょっと腐れパウマで作っていただいて、あ、ニードルホース、ニードルホース強く、あのちなみに腐れパウアーマーつけてるのはヌードルホースっていう名前なんですけど、あのヌードルホース使っていただければと思っておりますね。でミスターエリはそうなんですよ、浮いてるんですよ、あの全然違うんですけど、まあ、あんな感じでいきます。で、まあ、ちょっと今日グランビアも見ていただきたかったんですけど、ちょっと調整間に合ってないんでですね。でこれね、7月の情報の時はさすがにちょっと本当はもう今頃提出してなきゃいけなかったんですけど、ちょっと提出がちょっと数週間ずれ込みそうなんで、7月号はあのトレーラーとして作るっていうことに、まあそれも前回から同じ話になってるんですけど出しますんで、はい、ヌードル、そうですよね、ヌードルホースって僕もラーメンなのって、はいですね、はい、あ、 X マルチプライ、 X マルチプライはあれなんですかね、皆さん好きなんですかね、はい、よく見たら左のキャラが浮いてる、はい、あ、すいませんね、今なんか進行から英語フリップを出すと言われてしまいました、はい、英語フリップになりました。はい。ですね。はい、こんな感じです。で、メジャーアップデートって言ってたけど、ちょっと場合によってはメジャーアップデートじゃなくて、普通のアップデート一回挟むかもしれないです。その場合、R タイプファイナル3じゃなく、R タイプファイナル 2.5 っていうので、ちょっと出すことになるかもしれないんですけど、あの、もう、本当にあのなんか狼少年ですよ、毎回同じこと言ってます、もう出しますんでって言ってますけど、もう本当に火がついてて出しますんで、あ、次回は R タイプファイナル3として提出したのか 2.5 で提出したのかをご報告いたします。いいですかね。あと、海底大戦争のステージ と、グランビアなどもお見せできると思ってますので、はい、いろいろちょっと改良もしてますので、お楽しみいただければと思ってます、はい、そうですね、はい、じゃあ次はまあどこまで盛り上がってるのか、クイズ大臣をお願いします。はい、クイズ大臣ね、先月突然何の前触れもなく、太陽の使者は出ますか、太陽の使者は 2.5 と3に間に合わないけど、太陽の使者は作ってますね、太陽の使者の衛兵っていう敵が出てくるステージはあの作ってますね、はい、あ、間に合わないなら面白いこと、まあそうですね、面白いこと、そうですね、で、クイズ大臣の話をしてくれって言われてるんだ。6月30日に配信が決まりまして、ちょっとこれを何が何でも今日言ってほしいということだったので、1週間後、来週の木曜日ですか、配信になりました。はい。あの、ベルメイトの、そうですよね。この間、兼六院行ってきました。兼六園いいですよね、僕のね、若い時兼六園行った時に こんな年寄り臭い庭園なんやねんと思ってたんですけど、今はやっぱ兼六園好きですね、はい、あ、琥珀色の銅鉱も欲しい、そうですよね、すいません、話がむちゃくちゃ混ざってますね、タクティクスの最終ステージ、
ああ、そうですね、全種類、はい、拷問コース大丈夫、そうですね、まあ拷問で、はい、ゆっくり、そうですね、はい、あ、すいません、なんかクイズ大事な話に戻しますね。じゃあちょっと、プロモーションの映像あるんですか。はい、じゃあちょっと前回と少し違う映像があるそうなんで、ちょっと見てください。今ご覧いただいたのが、6月30日に任天堂スイッチとプレイステーション4で配信開始予定の、雑学クイズ大臣です。440円ということで、まあ、いわゆる雑学クイズを、まあ、解き放題ということになってます。でですね、ちょっと僕前回の、ね、説明がね、あんま良くなくてちょっと誤解を招いてしまったかもしれないんですけど、あの2人で対戦できるモードっていうのがついてるんですけど、オンラインでの対戦機能っていうのはちょっと来週の30日時点ではまだ入ってなくてですね、あの、何ですかね、コントローラー2つで対戦するモードしか、6月30日時点では入っていないです。でオンラインの対戦機能もですね、あの現在搭載中ですので、まあそれは後日入るんですけど、あのちょっと30日時点は2人で同じ部屋でやっていただければと思ってます。あとさっきの映像では配信中ってなってますけど、あれ配信日から公開する用の動画を今持ってきたもんで、あの配信中になってますけど、6月30日配信予定ですからですね。でプレイステーション4版にはトロフィーもついてたりしますね。トロフィー集めてる方もぜひやっていただければと思っております、はい。あのね、あれなんですよ、僕前回の放送の後結構スタッフに言われて、あの誤解されてますよ、オンラインで対戦あるって取られてますよ、説明が良くないんじゃないですかって言われて、あの慌ててですね、オンライン対戦足してくれって頼みに行って入れてもらえることになりましたので、スマホはね、スマホで出してくださいじゃないですよ。スマホはある、もうあるんですよ、実は。なので、スマホ版です。ん？すいませんね、今、カンペの字が、はい。ですね。で、4000問中200問ぐらい私が作ってる問題なので、あの、品のある問題は多分私が作った問題。思います。スタッフの苦労が、それは本当にそう思いましたよ。それ言われて、そうです、オンライン対戦足してくれって言ってますからね、はい、ありがとうございます。ではそうです、スマホ版あの無料でありますんで、だからあれですよ、ぶっちゃけスマホ版今 iOS と Android がありますんで、あれね無料なんで、入れたらこれ買わなくて済みますからね、あのおすすめですすごい怒られ、これは拷問案件ですね、怒られそうです、すごい睨まれてますからね。あのまあスマホ版もいいし、まあ440円のもいいですよということで、あ、品のない問題はまあそうですね、私以外のスタッフが作ったっていうことですよね、はい、そういうことは言ってはいけません、はい、販売元が言いますかそうですね、すいません、反省します、もう始末書でしょうね、間違いなく、はい、以上でクイズ大臣の情報でした。でここから質問コーナーで、そうですね、あの今回もたくさんいただいてますが、ちょっと時間の限りで取り上げれる数がちょっと限られてますけど、あの
精一杯お答えしつつですね、あのお答えできなかったとか取り上げれなかったのもちゃんと、担当部署に回しますので、回しますというか、まあやってくれよって強く言いますのでご安心ください。はい、では最初の今日いつも以上にね中身を見てないので、ちょどんな質問が出てくるのだっていうので、漫画かける漫画かけるの進捗進歩進捗と今回の地震の御社への影響、あすいませんありがとうございます。これ漫画かけるに関してはですね、主人公系のキャラも今追加しておりますので、そうですね、ちょっと一度見ていただいた方がいいかなとは思ってるんですけど、ちょっとこれはですねかなりなんていうんですかね、戦略的なあの話になってですね、ちょっと私のような一担当というか一プロデューサーではちょっと情報を出せない部分もまだありましてですね、あのかなり大きな変更、まあそんなことよりもアセット追加してくれとかセーブデータ増やしてくれっていう話もあるんかとあるんだと思うんですけど、ちょっとかなり抜本的にですね、その皆さんからの要望をですね取り入れるべくですね見直しをかけておりますので、まああの素材作りをしてる人と機能追加ともっと大きなインフラ面の改善をしてるのとか3つに分かれて進めてるんですけど、まあ、そんな感じでやってますので、まあ、情報としてお出しできるのは多分素材の追加のとこ、例えばファンタジーものとか主人公キャラクターの追加みたいなとこだと思いますんで、あのそういうところの情報をちょっと出していけるようにいたします。すいません、あと地震、そうなんですよ、能登半島、まあ、グランゼラ石川県の金沢とか野々市にあるんですけど、地震がですね あれ日曜日ですよね、僕ね、あれなんですよ、金沢の事務所にいたんです。ここ今、野々市っていう制作スタジオなんですけど、金沢 の本当にオフィス、あの販売してる方の事務所で日曜日仕事してて、でスマホが急になって、びっくりしたんですけど、あの机の下に入ってたら、本当に大きな地震が来たんで、びっくりしましたね。石川県って縦に長いんで、結構周りでもあんまり揺れに気がつかなかったっていう人もいたんですけど、私は最初の地震はかなり大きいなと思って、でまあそこそこ離れたとこなのかなと思って、で慌ててあの揺れくるコールを見たら、あの能登半島の先の方で震度5とか6って出てたんで、ちょっとびっくりして、神社の鳥居なんかも倒れてましたんで、ちょっとねあの被害に遭われた方大変だと思うんですけど、でいろいろちょっとご心配のメールとかですね、あの絶対絶命都市の災害の監修の渡辺先生からもいろいろこういろいろアドバイスもいただいたりしてですね、まあそんな感じでちょっとびっくり しましたけど、あの会社のグランゼーラの会社の方はあの私が机に入った以外は影響ないんですよね、大丈夫なんですよね、7の位置の方は。はいですね、あのご心配おかけしてありがとうしまして申し訳ありませんけど、あの大丈夫です、はい、じゃあ次は、はい、以前の通りでデカルは拡大だけで引き伸ばしも可能、あそうです、これは先ほどあの動画に入ってたかと思いますんで、こういうそうなんですよ、皆さんからいろいろ何度もいただいてるんですけど、あんまり決定的、あすいませんありがとうございます、万掛け発展祈願、あありがとうございます、ワンカケの方にも言っておきます。言う方にもって言っても自分担当なんですけど、はい、そうですよね。机に入った以外は、僕あれですよ。あの地震の時に気兼ねなく机に入れます。あの喫茶店にいる時地震が起きても、人目をはばからずテーブルの下に入りますね。うん、まあそんなとこでカッコつけとってもしょうがないんで、入りますね。あ漫画描けるのであのウェブサービスおかしくなってたんですけど、あれもちょっと直ってちょっと良かったですけどね、今まで本当に申し訳ないですね、ちょっと話行ったり来たりですけど、なのでデカールの方は実装予定あります、これはもう先ほどご覧いただきましたけど、 R タイプファイナル3であっても、万が一 R タイプファイナル 2.5 にとどまったとしても
デカールの引き伸ばしは入ってますのでご安心いただければと思っております。はい、じゃあ次。そうですよ、皆さんもね、あの躊躇なく机に入った方がいいです。はい、すいません、ちょっと飲みながらやりますね。はい、R タイプタクティクス、R タイプタクティクスのリメイクとても楽しみにしてます。ありがとうございます。ところで R タイプタクティクスのツイッターのハッシュタグは決まっていますが、か公式でこれというものがあれば教えてくださいって来てますけど、これはあるんですか？あるんですか？R タイプタクティクスのハッシュタグはこちらです。 R タイプタクティクス、または R タイプタクティクス、え、そのままやん。よろしくお願いします。そのままやん。なんかかっこよく略したりしてないですか？え、これ多分質問されてる方の意図と違いますよ。こんなんやったら聞かへんかったやんってなってると思いますよ。あ、そうですか。はい、あ、広報が喋ってる、聞こえてますよ。そうです、僕あの候補にどんだけ苦しめられてると思います。本当に愚痴りたいわ、めっちゃ。はい、 RTAC でもヒットするようにしてほしい。そう、 RTAC、 そうですよ、これ文字数使いすぎじゃないですか。 RTAC どうですか？あ、検討するそうです。あ、そうです、広報が拷問官です。僕広報にどんだけ拷問されてるか。そうです、前はね人事部だったじゃないですか。僕人事部の支配下に置かれてたんですよ。もうこの放送もねすんごい やりにくかったとか。でね、その首輪から解き放たれたってことは今度は広報ですよ。すぐね罰出しされてるんですよ。だから絶対絶命と支配部の話とかね、前回もねバンピートロットの話したら、それはそれでね今度別のとこからね言われましたね。はい、罰出しされますから。でもまあ生配信なんでね言うてもん勝ちですけどね。はい、偉い人ですよね。そう思いますよね。僕そうですよ、グランゼラ創業者なのに立場はなんでかね、実質的な立場は全然強くないんです。すんごい食らってますよ。すいません、あんま愚痴らんようにって言われてますんで。では次、グランゼラ購買部 R タイプファイナルズ R9B3 スレイニップルの T シャツの発売予定はありますか？ R 戦闘機、あ、これ2ついただいてるってことですね。 R 戦闘機 T シャツの種類を増やしてください。やっぱり I 機の T シャツが欲しいというパイロットはたくさんいると思います。個人的には R11A の T シャツ化してくださると嬉しいです。そうですね、これあれですよね、 R タイプファイナル2発売のだいぶ前に T シャツ出したきり追加してないんですよね。あ、 R9B3 いいですよね。下にこうタンクみたいな、こうブなスラスターみたいなのたくさんついてるやつ。 R11A っていうのはあのフューチャーワールドっていう紫色の機体ですよね。あ、いいですね、あの結構かっこいいと思う、思ってるので。あとラストダンサーの T シャツなんかもちょっと作ってほしいなと思ってますので、201気分作ろう。なんかね、そんなあれですよ、書かない方がいいですよ。なんかうちのグランゼラ購買部で101気分 T シャツ売る計画とかしてましたよ、一時。サブスクで、あ、サブスクなんですよね。サブスクで毎月1番機から101番機までが来るって、2年間かけて来るって言ってましたね。そういうのやろうか言ってましたけど、ですね、まあでもちょっと期待はアバイドシステム、はい、そうですよね。あ、すごい値段ですよね、101機分だと。はい、まあそんな、ちょっと待ってください。話を整理すると、 T シャツは追加してもらいますので、この機体の T シャツ欲しいっていう方は、R タイプファイナル2ハッシュタグつけて何々 T シャツ希望って投稿しておいてください。割ともう僕らあんまり何も考えてないんで、数の多い順番に作っちゃうかもしれないです。はい、
ですね。まあ、R11A と R9B3 は承りましたんで、これは。そうなんですよ。ストライダーも多分作ってないんですよ。R9B もね。なので、これはまあ、ちょっと伝えておきますんで。し、ここに載ってないのも、ハッシュタグつけていただければ、集計して作りますので、よろしくお願いします。ダンタリオンもいいですよね。じゃあ次は、感想質問要望 R タイプファイナルズ R9 のプラモ制作中です。人生初のプラモでしたが、むちゃくちゃ綺麗に組み上がっていくので感動しています。なんか写真くらいだ。プラモさんに怒られそうな。ぜひ他の機体もプラモで作って並べたいです。こうした要望も GZ 集い当てて OK でしょうか。あ、そこの質問ですか。個人的には究極互換機3種やパウアーマー兼6円が欲しいです。これはね、そうですね、まず質問、あ、まず前半の部分ですね。あの、そうですよね、すごくよくできてますよね。だけど僕ね、あの発売日に買ったんですけど、箱開けてないんですよ。もう開けるのもったいなくて、箱のまま開発室の自分の席に置いてますね。うん、もう箱を見るだけで満足度はあるんで。でもそうか、そうか、それ今のいただいてる意見見たらやっぱり作りたくなりますね。いいっすね。でこういう要望も、グランゼロの集い当てで OK でしょうか。これはいいんですけど、できればですね、この販売元のプラムさん、ね、プラムさんにも一緒に送ってください。グランゼラにも送りつくつつ、プラムさんにもラストダンサー作ってください。ここからもプラムさんにお願いします。はい、両方で伝えたら、あのきっと叶うはず。パウアーマーいいですよね。パウアーマーできれば足ひれと付け替えれてフロッグマンにもなるみたいなのがいいな。勝手なこと言ってますね。はい、あ、キウイベリーもそうですね。ラグナロックも捨てがキウイベリー、昔あのペーパークラフト作りましたね。もう10年ぐらい前ですけど、はい、スコープダックもそうですよ。三連スコープに変えていいっすね、はい、セクシーダイナはダメです。そうですね、クリアパーツで作ってもあの柔らかさが出ないかもしれないですね。はい、実は集いのタグはゲームや公式グッズについての要望だ。そうですね、ああ、いいですね。ぜひアイレムブルルンに掲載されていた小説みたいなスピンオフの企画はありますか。あります。言っちゃダメなんですか。 R タイプタクティクスのスピンオフ、あのあれですよね、アイレムブルルに載ってるのヒロコの冥王星攻略作戦とかですよね。ありますよ、あれ近いうちに小説出しますよね。はい、設定資料集とかも、あ、はい、そこもちょっと企画は、あの前回かな、前々回あの提案いただいたんで、それはあの社内では動き始めてますね。はい、ありがとうございます。結構ね、そうなんです、私たちの事業のヒントをいただけてるんで、すごいありがたいですよ。はい、僕多分広報が情報統制してないこと結構ポロポロ言ってますけど、あの、まあ、言ってることは やるちゃんとやるつもりなんで、あの待ってていただければ近いうちにやります。はい、ひろこの冥王星ね。はい、ですね。で、じゃあ次は、要望、鋭い念押し、R タイプタクティクス。R タイプ、タクティクスのリメイクについて質問です。昨今では表現規制の影響もあり、リメイクの際にセリフが変更されることもありますが、タクティクス2のとにかく拷問せよの選択肢は残してもらえるのでしょうか。これはでも残さないと、結構なんていうの、売りっていうか、タクティクスの重要な構成要素の一つなんで、あの拷問選択および拷問提督
なので残ると思いますけど、なくす予定は、まあ、表現規制というなら私はそこは戦いますんで、残るようにしますね。あとファイナル2のコメントで、拷問の文字が使えません、称号にはあるのに、とにかく拷問をお願いします。あ、伏せ字になっちゃうんだ。使っちゃいけないワードにかかっちゃうんですね、これね。あー、なるほど、それは良くないですね。じゃあこのセリフに限って表示できるようにしますんで、拷問ね、みんなほんまに拷問したらダメですよ。あくまで R タイプタクティクス2の中で拷問選んでくださいね。リアルに拷問せずに、いいですか。はい、ちょっと2つのことについて、タクティクスはそのとにかく拷問せよの選択肢は何が何でも守るようにしますということと、R タイプファイナルのコメントでその拷問せよのセリフが使えないところに関しては、その時に限って文字が出るようにいたします。はい、これなんでいいのかな。ではオマージュステージにギャロップのステージも、あ、今ギャロップのステージないですね。ギャロップ皆さんあれなんですかね、ご存知なんですかね。古いゲームですね。サイドビューのシューティングなんですけど、可変スクロールになっています。 R11 ピースメーカーが、まあ、主人公機体の機体です。あ、石川県、そうそう、あれ警察っていう設定なんですよね。はい、加速とスクロールの相性が、そうですね、ギャロップの移植も、皆さん結構、まあ、明け墓に来たら知名度上がるんですけど、明け墓にリクエストしようか。そんなことをグランゼラがしていいのか、怒られるのかな。今ちょっとないですね、確かに。はい、わかりました。まあこれはそうです。ちょっとステージパス第3弾には入ってないんですけど、まあ本編とかにも入れれないかっていうのは、ちょっと相談してみますね。レベルデザイナーとゲームデザイナーに相談してみます。で、次のが最後の質問。すいません。次のが最後の質問だそうです。はい。すいません、はい、ちょっと、その他質問要望、その他パチンコでなくてもいいのですが、風雲656のようなゲーム開発の予定はありますか。街に出かけて稼いだり、家や車買ったり、キスのミニゲームがあったり、大好きな作品だったので。これはね、パチンコゲームなんですよ。もともとパチパラ13だろうな、パチパラ13、パチパラ14っていうパチンコゲームの中に、パチプロ風雲65青春編とか、パチプロ風雲66、何やったっけ、情熱編っていうのがあったんですね。割と本格的な、主人公がパチプロになって、なんか パチプロとしてこう成り上がっていくっていうストーリー、まあ、パチパラ自体はもっと風雲61から、銀魂の狼編っていうのがあって、まあ、続いてて、で56っていうのが割とですね、そのパチプロ風雲6シリーズのこうやりたい放題を極めた作品になってまして、まあ、先ほども言いましたけど、街の中歩いてパチンコ勝負をしたり、おでん食べたり、自転車に乗ったり、彼女を部屋に連れ込んだりできるような、そういう同棲したりとかですね、あとヒロインのお母さんと付き合ったりもできたと思いますね。で今までこそ何ですか、ジェンダーフリーって言われてますけども、本当に
女性同士男性同士で付き合えたりっていう、かなり時代を先取りしたあのアドベンチャーゲーム、魚釣りもできるし R9 にも乗れたと思うんですけど、そういうかなり自由度の高い、アドベンチャーゲームでした。で、うん、そうですね、あのこれはね、そうなんです、麻雀で作りたいなと思ってて、麻雀でそのオープンワールドでその旅しながら麻雀 して車買ったり部屋借りたりっていうのは作りたいなっていうのは野望としてありますね。その麻雀ゲーム部分のシステムとかをちょっと研究したりしてますね。でキスのミニゲームがあったりと、これね結構ねパチプロ奮録5の時にキスモードっていうのをつけたんですけど、僕ね仕様書書いたんですよ。キスモードの仕様書を書いてスタッフに見せたら、すごいな来ましたね。だから相手とこう唇が接近していって、ちゃんと相手の唇に唇つけることもできれば、あらぬところにつけることもできて、相手が直前に背伸びしたり目つぶったりしてくれるんですけど、であの鏡でね練習できるモードをつけたんですよ。キスの練習、いきなりぶっつけでキスしたら失敗するかもわからんから、鏡見た時にキスの練習できるようにしよう、だから主人公の顔にキスするみたいなモードを作ったんですけど、あれ作った時の、 あの女性の反則スタッフが、こんなこと考えて生きてるんですかっていう、結構ね厳しくも鋭いツッコミを受けたことありますね。いや別に俺鏡でキスの練習せんけど、いるやろゲームシステム上っていう言い訳してたんですけど、まあ、そんなのもありましたね。まあまあ、でもちょっと絶対絶命都市5のある部分はちょっとこれに似てるところはありますね。ちょっとその自由度が高かったっていうのがあるので、はい、なんていうのかな、あんまり言うたらあかんのかな、その絶対絶命都市5のこう舞台がこうオープンワールドになってて、アパート借りて情報収集してっていうところで、まあ入れたあかんとこに入れたり人と付き合ったりっていうのができます。もうすごいですね、全然違う話してるな。早く次進めろって言われてるんで、はい、あ、でそうか、これが最後の質問なんだ。はい、まあちょっと最後言いたいこと言って終わってしまいましたけど、一応そういうことになってます。何のことかな、今日多分僕ね台本全く入ってないんで、だいぶ言ったらいかんこと言ってる感じなのかな。なんかいつもよりねこの反応が冷たいんですよ、このスタジオ内の反応がね。あ、なんかね、あーこいつ始末書だなっていう顔なんだと思うんですよ。なんかみんなこいつと関わらんとこうみたいな。質問、太陽の示唆は予定してるみたいですが、謎の文明が誇る合体戦艦とか出ますか。そこはねちょっとまだ太陽の使者の衛兵はもう作ってるんです、ちょっと謎の文明はちょっとまだ今のとこ分かんないですね。ただあのタクティクス作るのにどうせあのモデルは作ってますから、はい、あすごい向かっていく方向が何か違う、ね、そうですかね、そうかもしれないですね、はい、はい、すいません、ちょっと気持ち整理するためコーヒー飲みます。さっきでも書いてくださってましたけど、そのなんか美しき地球、あ宇宙か、この琥珀色の風っていうステージ、タクティクス2のステージとその前のバイドと同化する宇宙っていうのがやってほしいって、僕ね自分であれ作ってた時にね本当にずっと夜中まで仕事してたんで、同化してたんだと思うんですよ。あのタクティクスのミッションのタイトル見たら すごくいいタイトルだなと思って、自分で思ってて、これ誰がつけてんやろうって、もう自分しかいないんですけどね、なんか乗り移られてたんだと思うんですよ、はい、っていうぐらい、あの作ったゲームで気に入ってるとこ普段あんまりないんですけど、すごく気に入ってます、ね、あホワイトレクイエム、はい、あドプケラの尻尾、あれやっぱ動いてほしいですかね、急に動いてもみんな怒らないですかね、今動いてないんですけど、はい、
すいません、ちょっと進行するように言われてますんで次行きますね。この次は何かあるんですか？告知があるんですか？はい。あ、すいません、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ユニバースさん、で次、あ、これ告知ですか？これでもこの番組見てる方はあんまり嬉しくないんじゃないの？プレイステーションプレス、プラス、プレスやって、プラスゲームカタログに、絶対絶命都市4プラスと R タイプファイナル2が入りました。これは、ゲームカタログで無料で遊べるってことですか？入ってれば。あ、だそうです。でも、ほとんど、これ、この番組を見ておられる方は、すでに買ってるから、って逆になりそうですけど、これで仲間を増やしてください。仲間を増やしていただけるとですね、グランゼーラの更新がすごくしやすくなりますんで、はい、ですね。そう、ちょっとプレスは突っ込まないでください。噛んでるんで、はい。そうですね。なので、少しでも、まあ、仲間を増やすというので、先ほどご覧いただいた、競技、マルチ、6人プレイの R タイプ、ファイナル2の6人でプレイしてるモードがあったんですけど、あれね、最終的に99人で遊べるようにしようとしてて、だからたくさん仲間がいると、あ、すみません、ありがとうございます。ゆっくり実況司令さん、はい、リメイクありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。はい、なので、仲間をですね、増やしていただければと思います。ちょっとマルチっぽくなってますけど、はい、そんな感じで。今は6人ですよ。6人しかないんですけど、30人でプレイするとか99人でプレイするっていうのを試そうとしています。それはもうゴーストが、他のキャラクターのゴーストが邪魔で、それでアウトになるんですけど、まあ、それはそれで面白いかなと思ってます。はい、告知は今日は、あ、これだけなんですか？あ、はい、すいませんね、ちょっと今日も、まあ、こんな感じでですね、いつも以上、すいません、ありがとうございます。唐揚げ弁当さん、あ、ありがとうございます。唐揚げ弁当さんって、先ほどもなんか入れていただいてたような感じです。すいません、ね、ありがとうございます。はい、ん、はい、では、ちょっとそんな感じで、いつも以上にですね、噛んでたり、段取り悪くて申し訳ないんですけど、まあ、ちょっとお伝えできる範囲でお伝えをしてきたつもりです。で、先ほどもですね、お伝えしましたけど、7月号はおすすめです。次の、はい、紫色か。紫色です。7月29日は紫色です。だから今日情報少なかったなって思う方もですね、これ今回で見限らずですね、7月29日に、R タイプファイナル3、または R タイプ 2.5 の情報と、まあ、他のタイトルの情報も、ちょっと これもですね、番組構成上いろいろ反省ありまして、ちょっと R タイプファイナルの情報は出しながらも、他のゲームの情報とか活動の情報も出していこうということになってますんで、で、まあ、なんで7月号の情報がボリュームあるよって言えるかというとですね、今回の放送の直前まで出す予定だった情報の大部分がですね、止められてしまって出せなかったんで、それが一挙に7月に来ます。で、予告します。この先の今年のグランゼラ、7月号と10月号はおすすめです。いいですかね、グランゼーラの集い、もう こいつ言ってるけど情報薄いなって思うかもしれないですけど、7月号と10月号はそれでも見た方がいいです。じゃあ8月号はなんやねんって言われそうですけど、8月号はおそらくですね、情報少ないなりに頑張りますんで、まあ、それを見て面白がる手もあります。9月号は五分五分なんですね、今のところね。なので、色
いろんな意味で目が離せないグランゼラの集い2をにこれからもご期待いただきたいと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、ではそんな感じでですね、皆さんの貴重な時間をいただきましてですね、進めてまいりました R、R タイプファイナル2の集いじゃないか、グランゼラの集い2ですけど、お別れの時間になってまいりました。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。またスーパーチャットの方もありがとうございます。これも制作費とかですね、開発用のパソコンの購入に充てたいと思っております。ありがとうございます。ではですね、最後に飯田舞さん、先日誕生日だったんですね。6月19日誕生日かな、だったそうですけど、飯田舞、シンガーソングライター飯田舞さんの歌う R タイプファイナル2のエンディング曲の一つ、灯火を聴きながらお別れです。おやすみなさい。ありがとうございます。私は私